最近ですね、私のシーカン、小型中性バーグパイプ、中性風デザインのヒュンメルヘンですね、それをですね、ドローン C と D の切り替え対応にいたしましたので、ご紹介します。と申しますのも、私の何人かのお客様方からですね、この楽器を使って、C だけではなくて D マイナーの曲も演奏したいというご要望がありまして、実際ですね、この C チャンダーの音域で D マイナーの曲もかなり演奏できたりしますので、それに応じてですね、そういったご要望に応じて、このドローンを C と D の切り替えにいたしました。ではちょっとそれぞれ C と D の曲を演奏してみたいと思います。まず C からです。今 C のドローンで C の曲を演奏しました。次にですね、ドローンを D に変えて、D の曲を演奏します。ドローンを D に変えるにはですね、ここに小さい穴が見えますね。で、このドローンのですね、トップパートをですね、こう回していただいて、そうするとこの穴が開きます。そしてあとはこのスライドを使って微調整していただきましたら、D の音が出ます。D のドローンで D マイナーの曲を演奏しました。もっともですね、バグパイプのチャンターは、通常は純正調に調律されますので、C と D の切り替えに際しては、若干ですね、ドローンの音と、チャンターの音のいくつかがですね、綺麗なハーモニを、厳密に言えば綺麗なハーモニを作らないという、現象が起こりますが、これはもう自然法則上のことなので、ちょっと避けられないことなんですけれども、ですから、もしですね、本当にピュアなハーモニーを、ちゃんとドローンのハーモニーを、転調しても、そのような綺麗なハーモニーを作りたいという方は、転調に際しては、チャンタを、若干ワックスなどを使って、チューニングし直していただくとか、そういったことが必要になりますけども、今お聞きいただいた通り、大体においてはですね、アクセプタブルなハーモニーで演奏できるのではないかと思います。はい、どうもありがとうございました。